皆さんごきげんよう、さおりです。はい、今日はですね、私がプロデュースしているアパレルブランドメゾンエシェルのお洋服をご紹介していきたいと思います。6月10日にメゾンエシェルから新作が3型発売になるので、そちらのアイテムを中心にコーディネート組んでみました。ということで、今回の動画の前半ではコーディネートをご紹介するようなルックブック、そして後半で1個ずつの商品詳しくご紹介していきたいなと思います。それでは早速コーディネートからご覧ください。1つ目のコーディネートはホワイトとベージュをメインにしたすっきりとした大人っぽいコーディネートです。バッグを裏で持ってしまっていることに気づきました。すみません、気にしないでください。で、こちらのカーディガンなんですが、こんな感じで袖を通すこともできまして、2ウェイで着られるカーディガンです。袖を通していただくとこんな感じでお袖がポワッとしたシルエットになっていて、で、袖にスリットが入っているような感じになるので涼しく、そして軽やかに着ていただけます。で、こちらの中に着ていたニットトップスにはこのフリルがセットになっています。華やかな印象になってくれます。で、後でご紹介するんですが、このフリル、いろんな巻き方をすることができるので、実はこのニットトップス、6通りの着方をしていただけます。はい、次のコーディネートなんですが、今のニットトップスをオフショル風に着てみました。こんな感じで肩のところに巻くと、オフショルっぽく着ることもできるんですよね。ちなみにこのパンツはユニクロのタックワイドパンツです。ホワイトでクリーンな印象になるので、この夏大活躍しそうです。ぜひチェックしてみてください。はい、イブちゃんのカマチョモードが始まりました。恒例になってきましたね。何してるのってね、寄ってきてくれてます。はい、そして3つ目のコーディネートは、ユニクロのワンピースに先ほどご紹介したカーディガンを羽織ってみました。こんな感じで袖にスリットが入ってるので、肩掛けしてるみたいな感じでさらっと羽織れるのがポイントです。日よけだったりとか、冷房対策にもぴったりなカーディガンです。そしてパールのボタンがとっても可愛いです。はい、次のコーディネートは、ブラックのセットアップでちょっと大人っぽい雰囲気にしてみました。夏のディナーとかにもすごくおすすめのコーディネートです。ボトムスがすっきりしているので大人っぽい印象なんですが、肩のフリルで甘さもちょこっとありつつ、甘めが好きなアラサーの方にとってもおすすめのアイテムです。はい、そして今のトップスを着回してみました。こちらのスカートはメゾンエシェルの第1弾で発売していたドットのスカートです。こんな感じでお手持ちのアイテムと組み合わせていただくと、かなり印象を変えて着ていただくことができます。どんなスカートとも相性がいいような着丈に作ったので、ちょっと後でまた詳しくご紹介したいと思います。はい、そして次は先ほどのスカートを着回してみました。こちらのトップスはビューティー&ユースのものです。ウェアスリーブでとっても可愛いです。すっきりとした印象のスカートなので、オフィスとかにもぴったりかなと思います。大人のきれいめコーデにぜひ取り入れていただきたいです。はい、そしてこちら色違いですね。インディゴのカラーのトップスを着てみました。そしてボトムスはメゾンエシェルのプリーツスカートです。デニムとホワイトの組み合わせは本当爽やかになるので、私も大好きです。こちらのスカートもだんだんと残り少なくなってきてるんですが、もう生地をたっぷり使っているので、動いた時の揺れ感が本当に綺麗で、エレガントな気持ちにさせてくれます。よかったらチェックしてみてください。まずご紹介するのは、フリルがポイントのこちらのニットトップスです。はしごレースがポイントになっているこちらのトップスなんですけれども、カラーは今私が着ているのがライトブルーで、あとブラックとホワイトの3色展開です。で、サイズはフリーサイズで、お値段が税込み 13,750 円です。で、こちらですね、後ほどご紹介させていただく、この先ほどルックブックでも着ていたカーディガンと同じニットの素材になっているので、セットでね、アンサンブルみたいにして着ていただくこともできます。でですね、このニットは本当に面白いアイテムで、実はなんと6通りの着方をしていただけます。はい、というのも、まあ、このね、ノースリーブのニットトップスとこのフリルのセットなんですけど、これをね、こういろんな使い方していただけるんですよね。ちょっとじゃあこれから6パターンご紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちらですね。もうシンプルに
このニットだけで着ていただく形です。これはねもちろん大人っぽく着ていただけるかなと思います。リサイクルコットンを使用した素材になっています。さらっとした肌触りでナチュラルな質感なのがポイントです。これからの夏のシーズンにもぴったりかなと思います。こだわったポイントとしてはこのね肩幅をちょっと広めにしました。というのも最近ですね30歳になってからちょっと脇肉気になってきたなっていうのがありませんか？私だけかな。ちょっとさここのお肉ぷよっとするのが気になってきたのでなんかたるみなのかな、ここまでたるんできたかって感じなんですけど、そうなのでちょっとこう肩幅を広げることでここの脇をね隠しています。はい、こんな感じでここをねしっかり隠してくれるような肩幅のラインにしております。でアームホールの空きはこのくらいになっています。これは甘さレベル0で、じゃあ次甘さレベル1に行きたいと思います。1は冒頭でもしていたこの斜めのタイプですね。ちょっとこう華やかさはありつつも、例えばこういうデニムでね合わせてあげたりとかするとヘルシー華やかみたいな感じで着ていただくことができるかなと思います。ブリブリじゃないのがね個人的にすごく好きです。で甘さレベル2がこんな感じでウエストに巻いていただくとペプラムみたいな感じで着ていただくことができます。これも可愛いですよね。なのでちょっとテーパードパンツと合わせたりとかスカート合わせとかでもね可愛いと思います。で今はちょっとデニムにしてみたんですけど、これだとちょっと甘さ控えめでかつアクセントになって着ていただけると思います。そして甘さレベル3はこちらのオフショルです。オフショルもすごく可愛くて華やかな雰囲気にしてくれます。でさっきのコーデみたいにワイドパンツと合わせたりとかデニムと合わせたり、そういうねちょっとカジュアルなアイテムをボトムスに持ってきてあげると少しこうヘルシーだったりリゾートっぽい印象で着ていただくことができると思うので、まあ、合わせ次第なんですけど甘々になりすぎずちょっとヘルシー要素を入れて着ていただくことできると思います。そして甘さレベル4が、実はこれ裏見ていただくとここにね穴があるんですよ。でここがね袖になってるのでここにこうやってここにね手を通すことができます。腕を通すとこんな感じです。もうね完全にフリルのお袖みたいになってくれます。後ろはこんな感じ、こうやってフリルの間から腕が出てるような感じになります。で前はこんな感じで紐を垂らしっぱなしにしてあげるとちょっとラフな印象で着ることができますし、あとこれを前で結ぶとちょっとねより甘めな感じになってきます。いろいろできるんですよちょっと甘め好きさんにおすすめ。そして最後の甘めレベル5がシンプルにこの首元に巻くスタイルが顔周りにボリュームがくるので一番ちょっと甘い印象になってくるかなと思います。ということでこれだけの着方をねしていただけるのでいくつかはねお好みの着方あったんじゃないかなと思います。ちなみにこのフリルはゴムになってるんですよね。こんな感じでビヨーンと伸びてくれるのでこういう肩に巻く時だったり、まあ、人によってちょっとこうサイズ感とかも違うと思うんですけど、そういうのもビヨーンと伸びるので全然こうストレスなく着ていただけるかなと思います。あとこのフリルの素材はリサイクルポリエステルなのでシワになりにくいです。はい、そして次にご紹介するのがこちらのカーディガンです。こちらは先ほどもお伝えしたようにこの中のねニットとお揃いの糸で作られているカーディガンです。なのでカラー展開も同じで白黒とこのライトブルーの3色展開です。でお値段が税込み 14,300円です。でこのねカーディガンもめちゃくちゃ可愛くて、私ねサオリのご機嫌サロンっていうねオンラインサロンをやってるんですけど、そのメンバーの方に先にちらっと新作をねお披露目したりしてるんですけど、その時にもう可愛いが止まらなかった、そんなカーディガンでございます。まずこんな感じでパールのボタンがポツポツとついていまして、そしてこう1枚こうかぶさっているような作りになっています。これがお袖なんですけどチラッとすると腕が見える、もうここがねスリットというかもう開いているデザインのカーディガンです。つながってるのはこの袖口だけなんですけど、こうやってお袖を通していただくと普通にねカーディガンを着ているみたいに見えるかなと思います。でこのお袖を外すと
こんな感じで、まるでなんかちょっとマントを羽織ってるみたいな、こうカーディガン肩掛けしてるみたいな作りになってて、中はこうやってノースリーブになってて、そこにこう袖がかぶさってるような感じですね。やっぱり夏とかってこう腕とかは隠したいけど、でも暑いしみたいな時にやっぱカーディガン肩掛けすることが多かったんですよね。こう袖通さず肩掛けみたいな。でもなんかそうすると落ちちゃったりとか、スルッと、ね、抜けちゃったり、ちょっと落ちないようにこうやって持ってたりとかすることが結構あったんですけど、これはちゃんと袖をね通してるので、このノースリーブのところに、なのでもちろん脱げる心配はないですし、なのにこう肩掛けしてるかのような感じの、ちょっと軽やかな感じで着ることができます。日焼け気になったり、冷房対策したいけど暑いんだよなみたいな時にも大活躍ですね、これは。で、後ろはこんな感じで、このお袖の生地がクロスしていて、後ろから見たシルエットもとっても可愛いです。ここにタックが取ってあるので、なんかこう羽織ってるだけでもちょっとこの顔周り華やかに見せてくれたりもするので、これもすごく可愛いポイントです。次にご紹介するのはこちらのセットアップです。こんな感じでお袖がフレアになっているトップスと、すっきりとしたアイラインシルエットのスカートのセットアップです。カラー展開は今私が着ているのがベージュで、あとインディゴとブラックの3色展開です。サイズはフリーサイズです。お値段が税込み 19,800円です。はい、こちらのセットアップ本当に可愛いし、そして着回し力が抜群なので、先ほどルックブックでもご覧いただいたかなと思うんですけど、かなりこの夏活躍してくれるんじゃないかなと思っております。じゃあまずこちらのトップスの方からご紹介していきます。近くで見るとこんな感じでございまして、一番上がみんな大好きパールボタンになっています。可愛い。で、ここの切り替えから下にこうピンタックが取ってあるのがアクセントです。このピンタックはスカートにも入っているので、本当ね、セットアップで着ていただくととっても可愛いです。で、お袖はこんな感じでフレアになっていて、横から見るとこんな感じになっています。生地がしなやかで柔らかいので、ちょっとこうフリッとしてるんですけど、なんかこうボーンとボリュームが出る感じではなくて、こうしなやかにこう体に沿ってくれるような感じで、甘すぎないっていうのがすごくいいポイントかなと思います。ちょっと大人っぽく着ていただけます。ちなみにこのパールボタンの下は全部こういうボタンになってるので、上から下まで全部開けていただくことができます。で、こちらのトップスは着丈がちょっと短めなのがポイントで、骨盤ぐらいまでの長さになっています。そうで、このトップスはまあ基本的にスカート合わせがやっぱりおすすめで、このセットアップももちろんですし、こういうプリーツスカートだったりとか、マーメイドの形のスカートだったり、まあ、お手持ちのスカートともぜひ合わせていただきたいということで、このトップスをインしないで着るだけでもこうバランスが取りやすいような感じの着丈にしています。で、生地がこれすごく面白いんですけど、ダンガリー素材でしなやかで柔らかくて、すごく着心地もいいですし、ナチュラル感のある生地感なんですけれども、実はコットンとそして和紙がブレンドされている素材です。すごい珍しいですよね。そう、面白いと思って、そして生地感が触ってみるとすごく優しい感じで、確かに和紙っぽいみたいな感じもなんとなくありつつ、そしてこのね、ナチュラル感、なんか全体的にピンとしていたり、こう硬そうっていう感じではなくて、こう柔らかくて、全体的にちょっとこうシワ感が入っているような感じが分かりますかね。そう、このねナチュラル感がなんかこう嫌なシワではなくて、細かい薄いシワが全体的に入っているような感じで、ちょっとデザインは甘めだったりすると思うんですけど、このナチュラルな生地感で、なんだろう、こう全体的にこう優しい雰囲気になるというか、このナチュラルな生地感とこのデザインのバランスが私はすごく好きです。で、私はね、お洋服ご紹介するときに嘘はつかないっていうのはもちろんね、YouTube 始めた頃からのポリシーなので、ちょっともしかしたらマイナスに感じる方もいらっしゃるかもしれないと思ってお伝えするんですけど、まあ、正直、コットンと和紙の素材なので、シワは少しつきやすいです。こう座って立った時のこの辺とかは、ちょっとね、シワはつきやすいんですけど、今もちょっとついてるんですけど、こんな感じで、細かい薄めのシワが、こう、さーっとついているような
イメージです。生地が柔らかい分なんか濃くて深いシワがこうくっきりみたいな感じっていうよりは全体的にちょっとこうシワっぽいねみたいな印象になります。でシワってやっぱり薄い色のお洋服だと結構ねシワって目立ってくるかなと思うんですけど、こういうねダンガリー素材だったりするとなんか全然このシワ感が分かりにくいかなと思いますし、黒が一番分からないかなと思います。なので結構シワとか気になるなっていう方はあのベージュ以外の2色だと、まあ、全然気にならずにね着ていただけるかなと思います。とはいえ個人的にはベージュが一番好きです。私はやっぱベージュと白の組み合わせ大好きなので、全体的にこう明るくね行きたいなっていうのもあるので、あのコーデでもあったと思うんですけど、ベージュに白小物とかこういうコーデが一番好きかなと思っています。ちなみにアームホールはこんな感じで少しゆとりがあります。このお袖があるのでそんなこうアームホールの空きとかはそんな気にならないかなと思うんですけど、まあ、中にキャミ入れてあげたりしてもいいかなと思います。でここに少しゆとりがあることで汗染みとかも割とこうつきにくかったりとか、あとまあついてもこのお袖がちょっとね隠してくれるので、結構ねあの汗染みのご質問いつも多かったりするんですけど、その辺もあまり気にならずに着ていただけるかなと思います。はい、そしてスカートはこんな感じです。ストンと下に落ちるすっきりとしたシルエットになっています。横から見たシルエットはこんな感じで、ピタッとしすぎていないので、私ヒップがちょっと大きめなんですけど気にせずに着ることができます。着丈はこれぐらいですね。私が身長159cmでくるぶし上10cmぐらいですかね。低身長さんでも着ていただけるかなと思います。メゾンエシェルからは初めてのちょっとこうストンとしたすっきりとしたデザインのスカートなんですけれども、そうなのでさっきねコーディネートでご覧いただいたみたいに本当にこういろんなトップスと合わせて着ていただけるかなと思います。もちろんタブランドさんのもですし、あとメゾンエシェルのトップスは結構こうデザイン性のあるトップスとかも多いので、そういうのにもすごくしっくりくるような主張しすぎないデザインなのがポイントです。ウエストの作りはこんな感じになっておりまして、後ろはゴムになっていてかなり伸縮性があるのでフィット感のある着心地です。シンプルなデザインなんですけど、このトップスと同じようにこの中央部分にピンタックが取ってあります。こちらが程よくアクセントになってくれるのでシンプルすぎずおしゃれに着ていただけます。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回のアイテムは、まあ、セットアップだったり、あとはアンサンブルになるニットだったりなので、いろいろと着回しが効くアイテムがね多かったかなと思います。ぜひお持ちのアイテムと合わせていろんな着こなしを楽しんでいただけたらと思います。では今回ご紹介させていただいた3方のアイテムの発売日についてお伝えしたいと思います。発売は6月10日土曜日の夜9時21時からスタートとなります。今回のアイテムは全て即納アイテムなので、ご注文いただいてから3から7営業日で発送させていただきます。で前回同様ですね、 2days 10% オフキャンペーンさせていただきます。わーい。はい、ということで今回土曜日発売なので同日の2日間限定で今回ご紹介した3方が 10% オフになります。なのでちょっと今からねご検討いただいて欲しいなっていうアイテムがあった方は日曜日いっぱいですね、23時59分までに購入していただくと 10% オフでお求めいただけるので、ぜひチェックしてみてください。ちなみにちょっとお値段のことで言うと、このセットアップかなりお得だと思っています。セットアップって、まあ、要するに2着分になってくるわけなんですけど、でもちょっとこうセットアップになったからといってかなりこう高くなってしまうとね、あの手が届かないっていうお声もいただくかなと思ったので、もうできる限り頑張らせていただいて19,800円にさせていただいていて、なので1着あたり1万円切る感じになるんですよね。でメゾンエシェルのお洋服って他のアイテムはもうちょっとお値段するのがね今まで多かったと思うので、かなりこれはあのお得、もう私がこれは完全に無理を言ったっていう感じにはなるんですけど、お得感満載だと思うのでチェックしていただければと思いますし、このトップスもたくさんの着こなししていただけるし、本当に今回お得感のあるシリーズかなと思います。はい、ということでもしまた何かご質問などがあったらぜひ下のコメント欄に残していただけたらと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。